2023年11月9日にイギリス国防省が発表したウクライナの戦況分析において、ロシアが2014年から不当な実効支配を続けているウクライナ南部のクリミア半島に配備されているロシア軍で最も強力とされている新鋭の防空ミサイルシステム S-404 機のうち2機がウクライナ軍のミサイル攻撃によって破壊されたとしているね。また、ロシア軍がクリミア半島の防空を強化するためにはロシア本土の重要拠点などに配備されている S-400 を移動させて防空体制を補強する必要があると指摘したぜ。その一方で、ロシア国防省も11月9日にクリミア半島沿岸の黒海上において、ウクライナ軍が発射した地対艦巡航ミサイルネプチューンを同半島に配備されている S-400 で撃墜したと発表して、同半島の防空システムが健在であることをアピールしているな。さて今回はクリミア半島のロシア軍防空システムの弱体化について詳しく解説していくよ。それじゃあ行ってみよう。ゆっくりしていってね。さて、しかしながら、このようにロシア国防省が必死になって発した、クリミア半島における防空体制が健在であることへのアピールを嘲笑うかのように、ウクライナ軍は11月4日にクリミア半島東部のクリミア大橋に近いケルチ市にあるザリフ造船所に対して、フランスから供与された航空機から発射される空対地巡航ミサイル SCALPEG によって攻撃を実施したことを、SNS にミサイルの写真を添付して週末はいかがだった?とロシア側への皮肉を込めたコメントとともに明らかにしたよ。そしてこの攻撃によってロシア海軍が黒海艦隊に配備するために建造中であった22800プロジェクトのミサイルコルベットであるカラクルト型コルベットアスコルドに SCALPEG を命中させ大破させたとして、左舷中央の艦橋付近が大きく損傷しているアスコルドを撮影した証拠画像とともに XQTwitter に投稿して公開したんだ。また、このアスコルドに SCALPEG 2発が命中する瞬間とされる動画も X 上に公開されていて、ウクライナ軍の主張が事実であることを裏付けており、ロシア国防省はケルチ市にウクライナ軍が発射した巡航ミサイル15発が飛来して、そのうちの13発は防空システムが撃墜したものの、軍艦1隻が被弾して損傷したとして認めざるを得なくなったようだな。カラクルト級コルベットは2018年からロシア海軍で運用されているに、ロシア海軍では最新鋭とされるミサイル艇で、レーダーに探知されにくいステルス設計であり、マストには2つのフェーズドアレイレーダーが搭載されていて、主に沿岸域での運用を目的に設計されており、排水量は約800トン、全長67メートル、全幅11メートル、喫水4メートルの艦隊で、航続距離は最大4000キロメートル、連続航行日数は15日とされているぜ。わずか排水量800トンほどの小型のコルベットでありながら、ロシア海軍特有の重装備が搭載されていて、巡洋艦や駆逐艦などの水上艦や潜水艦にも搭載されて、ウクライナの民間インフラ攻撃に使われている巡航ミサイルカリブルを最大で8機搭載するほか、超音速対艦ミサイル P-800 オーニクスや対空ミサイルシステムパーンティリエムも搭載し、さらには 76mm 単装速射砲1門とシウイスクローズインウェポンシステム近接防御火器システム1機を搭載するなど、艦隊のサイズに似合わない強力な攻撃力と対空防御力を併せ持っているわけだ。このカラクルト級コルベットについては、今年5月にロシア海軍黒海艦隊司令官のビクトール・ソコロフ中将が、黒海艦隊に配備される予定であることを発表していて、そのソコロフ中将の発表によると2023年には、高精度なミサイル兵器を搭載する最新のカラクルト級小型ロケット艦3隻と、そしてさらにプロジェクト22160哨戒艦ワシーリ・ブイコフが黒海艦隊に配備される計画であると述べていたよ。アスコルドは現時点ではまだ就役しておらず、造船所の桟橋に係留されて最終段階の偽装工事が進められていたものとみられているが、黒海艦隊では9月13日にもクリミア半島セバストポリにあるオルジョニキーゼ造船所が、ウクライナがイギリスから供与された空対地巡航ミサイルストームシャドウによる攻撃を受けているみたい。同造船所には18発のストームシャドウが飛来したとされ、
そのうちの7発はロシア軍の防空システムによって撃墜されたとされたものの、残りの3発がオルジョニキーゼ艦船修理工場内で修理中だった黒海艦隊所属のキロ級通常動力型潜水艦、ロストフナドヌーとバルト艦隊所属のロプーチャ級揚陸艦ミンスクに命中して損傷を与えたんだ。攻撃後に同造船所関係者が撮影したとみられる修理ドック内の洋艦の画像が公開されていて、揚陸艦ミンスクは艦橋などの艦上部の構造物が著しく破壊されてほぼ大破していて廃艦にせざるを得ないであろうとみられ、また潜水艦ロストフナドヌーの損傷状況についても、艦隊の2カ所に穴が開きその中から黒煙が吹き出している様子が撮影されていることから、艦内で火災が発生していることが示唆され、やはりミンスクと同様に廃艦になる可能性が高いとみられているね。ストームシャドウはアスコルドへの攻撃に使用されたフランス製の SCALPEG と同じミサイルで、これらはイギリスとフランスが共同で開発された航空機発射型で射程距離 250km とされる巡航ミサイルだな。ストームシャドウ SCALPEG の本体は全長 5.1m 直径 0.48m 重量 1230kg で、弾頭にはタンデム HEAT 弾頭が搭載され、ターボジェットエンジンによって 1000kmgm0.8 の速度を発揮し、中間誘導は INSGPSTERPROM などを利用し、終端誘導は赤外線画像シーカーによって行われた高い精度で目標に命中するぜ。その弾頭には 450kg のタンデムヒート弾が搭載されていて、この20弾頭は1段目が土やコンクリートを貫通して2段目で目標に打撃を与える構造になっていて、この弾頭によって強固なコンクリート製の建物や地下壕や地下司令部などへの攻撃が可能とされ、さらに対艦攻撃も可能とされていたのであるが、これらロシア海軍艦艇への攻撃によってその効果が確認されたってわけだ。ロシアはウクライナの首都キーウをはじめとする各都市の民間インフラへの攻撃にカリブルを多用していて、航空機からの発射の他に黒海艦隊の水上艦艇や潜水艦からも多数を発射してきたよね。そのためウクライナにとっては黒海艦隊の活動を阻止することが重要で、セバストポリなど黒海艦隊の基地や施設があるクリミア半島への攻撃を強化しているんだ。ロシアがウクライナへの侵略を開始した2022年2月24日の以前に黒海艦隊が保有していた艦艇数は、スラバ級ミサイル巡洋艦1隻、駆逐艦1隻、フリゲート2隻、キロ級通常動力潜水艦5隻、揚陸艦13隻にコルベットなど小艦艇多数とされていたけど、ここまでに黒海艦隊がウクライナ軍の攻撃によって失った損害は大きく、黒海艦隊への艦艇の補充を急ぐ必要があるとの見方が西側諸国のメディアや軍事専門家の間で広がっていたよ。黒海艦隊の艦艇がこれまでにウクライナ軍の攻撃によって受けた損害については、インターネットや SNS などに公開された動画や画像などの視覚的情報を分析して損害を報告するサイトである OX によって報告が上がっているみたい。その分析によると侵略開始以降、黒海艦隊は16隻の艦艇がウクライナ軍のミサイルやドローンによる攻撃を受け、そのうち10隻が沈没しているとされ、それらの中には黒海艦隊の機関であったスラバ級ミサイル巡洋艦モスクワや、サラトフにセルナ級などの揚陸艦が多く、その他に損傷したことが確認されているのは前述の揚陸艦ミンスクと潜水艦ロストフナドヌーや、揚陸艦オレネゴルスキーゴルニャク、ナティア級掃海艇などだというぜ。ウクライナ軍はこの先も、穀物輸出のための黒海西部の安全確保と、この冬に再び激化する可能性が指摘されているカリブルなどの巡航ミサイルによる都市攻撃を防ぐために、黒海艦隊の巡航ミサイル発射が可能な艦艇への攻撃を強化していくものとみられていて、ストームシャドウ SCALPEG やドローンを撃墜されることのないようロシア軍の防空システムを破壊していくとの見方が広がっているね。それじゃあ今回はこの辺で、よかったら、チャンネル登録してね。